こんにちは。東京大学理学系研究科物理学専攻の田村海です。今どこにいるでしょうか。正解は、こたつでした。あったかいですね。こたつ、友達の家に来て、こたつがあったんで、まあ、ちょっとこたつが出れないから撮影するので、出て行ってもらいましたね。こたつといえば、みかんということで、みかんを6個ぐらい食べたんですけど、爪が黄ばんでいます。爪が黄ばんでいるというか、もうこれは茶番でいると言っても過言ではない可能性もありますし、まあ茶番でいるっていう言葉がそもそもね浸透していないという可能性もあります。この前茶番でいるをなんか Google で調べたら出てこなかったですね。茶番でいるって言葉がありますかっていう質問だけあって、それに対する回答で茶番でいるという人は少ないですっていう、そういうヤフー知恵袋を見つけました。他に色で言うと赤みがかってるとか言うか、紅葉は赤みがかってるっていうか、顔も赤みがかってる、景色バムとかそれもあるのか。景色バムの景色は気色なんだもんな、血色じゃなくてね。胃腸は黄ばむって言わない、言うのかな。むずいですね。難しいな。青々としているとかも、黒ズムは黒ズムだもんね。そこはズムなんだもんな。でバム、黄ばむ、茶ばむ、なんかバムどの色にも使えそうだけど、意外と難しいのか。赤バム、青バム、青々とする、青みがかる、青ざめるはあるのに赤熱いみたいなのはないし、色って結構むずい可能性ありますね。大々ダムになると、それはでかいダムということになってしまうので、まあ忘れてください。こたつあったかい。まあじゃあ好きな色を、最後に好きな色を発表したいと思います。好きな色は白ですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。